どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、お知らせです。お知らせというか告知、ですね、今コロナの今ちょっと自粛になってる中、ちょっと面白いね、ワクワクするイベントなんかないかなということでガズもいろいろ企んでまして、ちょっと今日はね、まずこの2つの日付ちょっと覚えておいてください。5月4日と5月10日の、14時、ここ皆さん、お時間空けといてください。まずですね、ちょっとこの2日間を覚えておいてもらって、まあ、ことの顛末を言いますと、その面白いことを思いついたぞと思って、それをやろうと思ったんですけど、どうもですね、その時に、皆さん、使ったことありますかね、ズームっていう、アプリがあるんですけど、その中で、ウェビナーっていう機能があって、ウェビナーを使いたいって思ったんですね。その時にですね、これはいいぞと思って進めて、5月4日にその企画自体をやろうと思ってたんですけど、このウェビナーっていうのがですね、通常のズームとちょっと違くって、ユーザーさんも、私がホストっていうかその主役になるんですけど、僕の方ももうなんか、一回ね、これ、みんなで練習会してないとこれダメだってなってですね、なんと5月の4日14時から、このズームウェビナーの、練習会、ちょっと30分ぐらいですけど、この YouTube ではなくて、そのズームウェビナーの中でみんなとこう、やりとりをちょっと実験というか、練習しようと思うんですよ。で、私もちょっとね、やったことないんで、いろいろ、試行錯誤しながらですけど、見てる皆さんもきっとね、なんかこう、手を挙げる機能とか、いろいろそういうのはあるんですよね。そういうのをちょっと試したいなということで、今回の募集は5月4日に、ズームの無料練習会、練習会って言っても、ズームウェビナーの練習会みたいなもんですけどね、の参加者募集です。参加してみたい方、ここにね、今リンクあります。ここの、申し込みフォーム、お問い合わせフォームのところに、お名前とかメールアドを記載して、申し込んでください。そうしたらですね、そのウェビナーの、ズームウェビナーの、URL とかその情報が皆さんのところにメールで送られるんで、そこでこう参加していただくということで、で、5月4日の14時から、そのズームウェビナーの中で、ちょっといろいろ皆さんと一緒にそういう練習をしようということで、で、本番は5月の10日です。5月の10日の14時から、そのズームウェビナーを使いまして、とっておきのイベントを考えております。どんなとっておきのイベントかは、4日に、皆さんに話そうかなと。これは皆さんワクワクするやつですよ。はい。こんなね、今コロナ自粛の中だけど、もうそれでもやっぱりガズレレは楽しいことやるよということでですね。で、もう一個お知らせ。5月の10日のその本番の、ズームウェビナーでのガズレレのイベントなんですけど、有料になっております。でもですね、有料でも、ちゃんとなんていうのかな。まあ、ちょっと楽しみにしといてください。これはですね、面白いやつなんで、ちょっとそれは5月4日に説明させてください。まず、今日の告知はだから何回も言うようですけど、5月4日のズームウェビナーの、そこでわちゃわちゃやりましょうってことですね。皆さん、YouTube ではなくて、オンラインの生配信のセミナーツール、ウェビナーツールを使って練習会してみましょう。先ほども、ここにもう一回貼っておきましょう。はい。ここで、その5月4日の、お申し込みをよろしくお願いしますということでございます。5月4日が過ぎたらまたいろんな告知もそこでしていくと思うんですけれども、ぜひ皆さんこれを機に、ズームウェビナーもちょっと使ってみ、これからガズレレではですね、このズームウェビナーめちゃくちゃ使っていきたい感じなんですよね。なんで皆さんちょっとお力を貸していただいて、その5月10日の本番のその、なんていうの、ワクワクイベントに つなげていけたらと思いますので、はい。で、5月4日、何があるんだろうと思ってた皆様、本当はね、5月4日にそれやりたかったんですけどね。まあ、そんなことで、これがね、日々いろんなことがありますからね。まあ、僕もやったことないことばっかりで、もうスタッフ一同ね、もう、ああじゃない、こうじゃないってドタバタなんですけど、それもまた一個の面白いことです。はい、そんなこと、よろしくお願いします。引き続き、このガズレレドットコムって言えてねえな。ガズレレドットコムでいろいろ言ってくんでね。まあ、お願いします。あと、グッズも見てね、この T シャツとかね、結構それこそ、ズームでやってる時に T シャツ着てくれてる方すごい増えてるみたいで、本当にね、ありがとうございます。はい、そんなことで、5月4日、お会いできる方、お願いします。5月4日ちょっと用事あるという方は10日は開けといてよ。うん。それちょっとだけ、いくらだっけ ?600 円とかそのぐらいの金額なんで、お気楽に参加してください。皆さん、さようなら、バイバイ。